だから、本当俺見ててかわいそうだよ、本当に。だから少し、ここで、発散させてやろうかなと思って、キツネを選んだんですよ。そしたらなんか、ニハオ、ちニょっハとオ？深い中を。お、ニハオ？ニハオ、ニハオ。こうやってこういうね、このぐらいのこう、ジョークを入れてくれば素晴らしいよ、この子。サンゴさん。あ、いいね。わかった？この子は優しいと思うよ。から、ここで勉強して、ね、それで、外に出てきなさい。だから、要するに、丹田の開け閉めをして、それができるようになると、ね、ストレスが入らない。ストレスが入らないと病気にならない。ね、鬱にならない。統合失調症にもならないから。わかったね。腰が痛い、ケツが痛い、それにならない。頭が痛い、ならない。それで、外に出ていけば、社会に行って、社会にこん貢に献ちできは、る。晴れ。はい、こんにちは。ヘルプミーミッション。はい、いいよ。どうぞ。わかりました？さっき4号みたいにしょぼくれて逃げてく。ああいうことをしちゃダメだ。もう徹底して逆らうと。そうすると自分が逆らって出てくるうちにね、ああ、これはいけない、間違ってるって自分が思うから。徹底してやんなきゃ思わないんですよ、みんな。中途半端にを。ガキが小便したみたいな、ちょぼちょぼって出してるから。全然だ。思いっきりね、小便をしろ。そうすることによって、ああ、いけないね、小便ってのはいけないって。ベベベベベベル。おいぞ。これ、サンゴさん、また変わってきたな。まあ、それでもいいよな。わかった？で、わかんなかったら質問して、5行のことでも何でもいいか聞いて A、B み。をプレゼントしました。ありがとうね。はい、はい。わかる人はわかって入れてくる。わ かんない人は、ガキが小便したみたいな、コメントを入れてくる。それでもね、異を入れないよりは、相手を怒らすことをやることも一つの勉強。相手を癒すことをやることも一つの勉強。ここで勉強をしてるんだから、みんな頑張ってやんだよ。わかったね。俺が足台でいいから、このじいさんは足台になってあげるって言うんだから、こんないい人いないと思わない？サンドバッグバになっババていい？別腹、バシャバシャバババババババ。それでもいいよ、ほら。入れてくるだけ。それをもうちょっとね、もうちょっとね、うまーくね、ジョークを変えてみな。それができると、サンゴいいおはぞ。ようございます。はい、おはようございます。サンゴ分かったな。このバシャバシャバババでいいから。それをもうちょっとね、ニュアンスを持ったジョーク入れてみなさい。それが勉強だからな。分かった？それ悪くない、それ悪くないよ。入れるだけいいよ。さっきみたいに逃げちゃうバカじゃねえか。平気おじいさん、神崎先生は77歳の国家資格を持った鍼灸師です。男性の医者、体調が悪い方、病気がちの方を気軽にコメントください。会話の吹き出し、遠隔にて波動調整機構をします。https://okitstock.com@km76mk パンパンパンダの顔。いいよ。でも嬉しいでしょ。コメント入れら国れるっては。君には国にや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 。だから、やにやにやにや。もうちょっとよ。そこをもうちょっと面白く入れてみな。にやににやににやにじゃない。なんとかそこを面白く入れてみな。ほら、サンゴさん。頑張ってやれ、ほら。いいから、構わねえから。それか、こんちくしょうでも何でも入れてみな。ほら。あなたの心の優しさから入れてみな。ほら。もうちょっと名文を入れてみな。そうすると心が安らかになる。ほら。やってみなさい。できるから、あなただったら。みんな応援してた、ほら。きつねさん号。頑張れ、頑張れってみんな応援してた、ほら。もう、すごいどぎついことか。もっと優しいね。優しい、癒すような心。俺じゃないよ。みんなを癒すような心。それで書いてみな。そうするとさっぱりするぞ。はい、やってください。それなら草乗るなら、ふん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 ろろろ。頑張れ。いいよ、まあ、そのぐらいしか書けねえな。頑張れって言ってるよ、キツネ一号が。頑張ってやってみな、ほら。この大先生が、おお素晴らしいっていう名文を和書いぎてみる。ゅう。
ホワイティン、ああ、まあ、ホワイティン、いいね。だから、この大先生がね、キツネさんを、お前素晴らしいぞっていう名文書いてみろら。それでもいいよ、書くだけ。書くだけ偉い偉い、褒めてあげる。さっきみたいに逃げ出すバカじゃねえかな、あんたは。わかったな？年いくつか30か ?50 過ぎて、そんなことやってたらアンポンタンだぞ。50は過ぎてねえだろ、それで安心した。ふんふんふん、ドロ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 。ふん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 、ドロ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 、どんどん、どんどん、ダバダバ。いや、それは、それでいいから。もう、ちょっと変えてみな。わかったか、キツネさんごさん。先生を独り占めできるなんてなんて、幸運人差し指と中指を交差させたって。キツネイチゴ、わかってるね。あなたは頭いいって立派だ。キツネさんご、イチゴの言ってることわかるか？お前感謝しなきゃいけねえぞ。そういう感謝だったらそんなちょぼちょぼのことじゃないで、もっと素晴らしいこと入れてみろ。そうすると、キツネイチゴは、素晴らしいキツネさんごって。あそこの白い赤、良いねえ、なんとか、ならんのかぬわ。あ、何あれ。あそこ、まあ、それはちょっと、私じゃ、解決できない。その女の人に言ってください。ごめんなさい。キツネさんご、どうした？キツネ一号がほら、言ってることわかるか？あなたは幸せだぞ。ほら。ここで自分を変えてみなさい。それ変えるっていうことは、すごく。こんにちは、エロじいちゃん。はい、エロじいちゃん、いいよ。こういうの、あ、これはね、女の子だ。多分。わらわらわら。そう、違ったか、ごめんなさい。あ、どうしたかな、みんな。そうだよ。エロ。そんな、しょぼしょぼの、もうちょっとなんかかっこいいよ。エロじじいとか、俺はこんなじじいにはならねえとかよ。自分の発言をしてみろ。そうすると自分が変われるぞ、産後。チャンスだぞ。ここのチャンスを逃がすな。自分が変われるチャンス、今はな。わかるか？エロじじい、クソハゲ。まあ、それでもいいよ。もうちょっとそれ優しく書け。やってみや。優しくほら、もうちょい優しく。アルミは頭に乗っけたらよかったわら。ああ、よかったでしょ。いいよ、これ。お最高だよ。百円が開いてるやつを抜ける。で、じゃあ、アジナが開いたらこう、また。はい、ほら、頑張れ。三号多分指か手首にアルミをつけたらいいかもわら。エロクソ俺がーかわいがーくせえ。僕は、仮首を、きれいにしてるのに、女の人、あそこ、黄色い赤だらけ。まあいい、それはちょっと俺にはわかんないけど。エロクソ、俺をかわいくで、かわいくせ。まあよくわかんないけどな。ごめんなさいね、サンゴさんね。もういいよ、書かなくて。それだけのことしか書けねえんだから。もう、置いていいさい、さいなら。こう言うと書いてくるんだよ。アルミホイル切れたから買ってくる。ああ、いいです。買ってきてください。それで絶えずアルミホイルをね、小さく切って手に巻いたり。16号も興奮してもやもやしたところにアルミをつけてみてください。ほら、そうそう、18号そうね。16号も興奮して、もやもやしたところに。おじおじくそそんなこと言うな。おかかってきた。いってらっしゃい、10号さん。おじいさん、おお、かかってきたな、おいし。まだ痛いか、ここに。痛かったらもっとすごいこと書けよ。それか優しい、どっちかで。ここにいるんだったら、ものすごいどぎついこと書くか。ものすごい優しいことを書くか。その二つに一つ。さあ、どっちを選ぶ？ほら、あなたの心だ。だい？ものすごいひでえことを書く。それか、ものすごく優しく、みんなに尊敬していることを書く。そのどっちかをかけ。どきついこと言うぞ。クソなめんな。クソ。三号もアルミを苛立ってると、子につけてみてください。ほら。先生、後で、オナホール、持っていくね、車。三号よ。
それじゃダメダメ。みんなにバカにされてるぞ、お前。優しいこと書くか、ものすごいこと書くか。アルビをやってみてから話してみようわら。18号に言われてるわ。3号。わかったか ?3 号ほら。ものすごいどぎついことか、優しいこと、どっちか書けって。お前が中途半端書いてるってのは、お前の頭の程度が分かっちゃうの、みんなに。定期おじいさん、神崎先生は77歳の国家資格を持った鍼灸師です。男性の医者、体調が悪い方、病気がちの方を気軽にコメントください。会話の吹き出し、遠隔にて波動調整機構をします。https://youtube.com/2mkkm アルミクソなめんな。そうだ、三号アルミを舐めたらダメだ。ありがとうね、キツネ。カフェドリンクをプレゼントしました。ありがとう、ありがとう。アルミホイル大事ですよ。貼ると、速攻に治るよ。一号さん、その通りだ。だから、三号さんよ。みんなにお前、馬鹿にされてんだ、お前。書き方がダメだから。アルミクス、そんな舐めんなよって。いや、あなたのコメントはな、いいことと悪いことだじゃない。どっちを書けって試されてんだぞ。そうすると人間というのはな、本当は心は優しいんだよ。で、いいことを書くんですよ。お前試されて、その悪いことを書くってのは、お前の心じゃないことを書いてるから、お前はストレスになるの。そこに気がつけ。わかったか?で、今お前書けば書く。舐めとるわ。三号は春休みの中高生。まあ、それでもいいんだよ、中高生でも。どうせガキってのはわかるから。で、ガキはガキらしくやるんだから。千釣りでもこいて、早く寝ろ、このガキ。わかるだろ?千釣りもこけねえんだろ、おめえは。三号、話しめろ。神崎先生は77歳の国家資格を持った鍼灸師です。男性の医者、体調が悪い方、病気がちの方を気軽にコメントください。会話の吹き出し、遠隔にて波動調整機構をします。https://tiktok.com/km76mk おがき、G も早く寝ろがき。おめえ、これ書いてるだろ、お前。これ3号よ。みんなにお前バカにされてんだ、お前よ。お前は本当はそういう心じゃないの分かってんだ、俺は。分かってて煽ってるが、煽ってるでね、お前の心の芯を出してあげるから煽ってんの。いつになっても出ねえじゃん。そうそう、喧嘩じゃないんだよ。このクソガキがね、分かんねえからね、じい様がね、教えてるわけなんだよ。このクソガキ、早く千釣りこいて寝ろって。わかんねえか、この、サンゴさん。それ言われてもよ、自分の心を出せねえんか、お前は。優しいんだろ、本当は優しいんだ、お前は。サンゴさん、宿題やれよ。あ、そうそう、宿題、その通りだ。16号の言うとおり、早く、台所じゃない、勉強部屋やって、宿題やれ。先生は、感覚で全てわかってるよ。G も、セントレイで寝ろ、クソバババラバラすんぞ、クソバラバラバババババババ。これは、三号よ。お前、本当にお前、アンポンタンっていうかよ。ただ、意地の突っ張りやってるだけなんだよ。そんなことやって社会出てみろ、お前。面白いですね。社会出たら潰されちゃうぞ、お前。わかるか?いい加減によ、途中で引くか。いや、引くか、もっとすげえこと書くか。そんな、しょぼくれたこと書くな。みんなに笑われてんだぞ、お前は。わかるか?だったら便所行って小便して寝ろ。やってこいわら。だからわかるよ。サンゴさんわかるからな。クソ派が強すぎだな。あいたエロいのクソ。またやってる、ほら。このクソガキはほんとどうしようもないか。お前、学校行ってお前嫌われてんだ、みんなに。恋だけ食い下がってくるのは偉いよ、確か。だけどお前、先生に恋だけ食い下がってくるの、お前。お前のこと相手されないぞ、お前。社会だったらお前どっか飛ばされちゃうよ、お前。だから、もう、それは分かったから、素直になってみろ。これだけよ、クソガキ、クソガキって言われて、悔しいけど、最後出てくときは、先生ありがとうございました。すごく勉強になりました。今後気をつけますって、3号それで出てる。3号落ち着け、アンダーバーをたくさんやってると自動的に番になるよ、注意しろよ。
ほら、もう、18号が言ってるぞ、ほら。だからな、悔しいのはわかるんだよ。その悔しさを抑えるのが男なんだよ。おめえは女の腐った男だよ。マジ話ね。わかんだろ？だからここでいいんだから3号よ。平気おじいさん。神崎先生は77歳の国家資格を持った鍼灸師です。男性の医者。体調が悪い方、病気がちの方を気軽にコメントください。会話の吹き出し。遠隔にて波動調整機構をします。https://youtube.com/2mkkm。3号さん、素直な心で聞きなさい。ほら、3号さん、素直になりましょう。ほら、19号は言ってんだろ？素直になれ。そうすると、自分をもう一回見つめてみな。そうすると、コメントだけでもありがとうございますと打ってみて気持ちが変わるよ。ほらほら、言ってるじゃない、1号が。アンダーバーも規制厳しいからね。ほら、18号も言ってんだろ？だから、これだけ言ってさっぱりしたぞ。あ、そしたら、最後に出てくときに、そうやって出てくと、ストレスを持たないで出てくんだよ。今のまま外に出てくと、喧嘩になっちゃう人、他のやつと。わかるだろ？だから、ここで、うんとストレス吐いたから、それはそれでいいから、最後に、ね、謝らなくていいから、どうもありがとうございますって、先生わかりましたって、コメント書いて出てきた。素直になります。ありがとうございます。あ、それで、それで。あ、それで、3個いいぞ。その心忘れんな。社会にいてもその通りにやれ。絶対あなた大丈夫だから。あなたは、本当は素直なんで、これをかけるんですよ。拍手、拍手、拍手。ほら、みんな拍手してるぞ、ほら。感謝の気持ちでいたら楽しいよ。ほら。だから、こういう心になんな。絶対大丈夫だから。で、鬱とかそこから抜けられなかったら、俺が、拍手。俺がいろんなことを教えてあげるから、わかったな。で、頑張って。社会じゃねえ。学校に行くんだぞ。はい、バイバイ。バイバイ即。ショー。学校頑張ります。そう、偉い。お前偉いよ。そう、それが大事な心。わかったね。先生にこれを報告してみな。先生が、三五三、よくそこで学んできたって褒められるよ。いつにも増して気が出てますね。はいはい、ありがとうね。熱くなってきたな。三五三のおかげで。本当に感謝して生きてたら心も休まりますよ、赤いハート。あ、その通り。私にはわかります。はい、その通りです。三五三はもうわかったから大丈夫。学校行ってもうまくいくよ。わかってくれれば私はそれでよし。全然憎しみも何にもないからね。おかげで体が熱くなって、興奮したから。三五三のおかげで、体が熱くなりました。楽しんでください。はい。そうそう、楽しんでね。これから、僕も暑いです。暑いでしょ。ああ、よかったよかった。それでいい。頑張れよ。大丈夫だから。あまり頑張りすぎないでね、三五三。一五三、優しいね。僕の時代は部活で忙しく勉強しなかったよ。赤点ばっかり。私はなぜか下半身に来てます。ああ、そうだね。でもいいじゃん。ここで一人が素直になれたから。素晴らしいことだ、ここは。ほら、いい波動がみんなといるよ、ほら。涙が出てきました。はいはい、いいですね。優しい人多いんだよ、ここは。本当はみんな優しいんだよね。寂しいんだよ。人に騙されてここ来てるから。ほら、
意外、今すごいいい波動がこう流れてるよ。第一チャクラに聞いてます。お、いいね。第一チャクラ。いつもありがとう、ムーランダー先生。はいはい。ところで、先生、オナホール、いりますか？いりません。私は、そんな元気ないです。これで精一杯ですよ。はいはい。1号さん、ありがとうございます。応援嬉しいです。あ、頑張ってね。元気おじいさん、はいはい。